皆様こんばんは。歴史を変えた人々の龍馬です。本日は5分でわかる本紹介題一段としまして、2024年話題になっております、ナルセは天下を取りに行くという本をご紹介させていただきます。ざっとあらすじをご紹介させていただくと、滋賀県大津市に住む中学2年生のナルセあかりは一言で言うと、 少し変わった女の子。西部大津天閉店まで毎日通い続ける M1 グランプリに出場する高校の入学式に坊主頭で登場するなど突拍子もない行動で周囲を驚かせます。そんなナルセの親友である島崎美幸はいつも振り回されながらもナルセのまっすぐさに惹かれていきます。物語はナルセと同じマンションに住む 人々を視点人物として展開し、それぞれの視点から、ナルセの個性と魅力が描かれます。ナルセは、天下を取りに行くは、宮島皆さんによる青春小説であり、滋賀県大津市を舞台に、主人公のナルセあかりが成長していく姿を描いています。この作品の要約とポイントを詳しく説明します。ナルセあかりは、小学生から中学生になるまで、一人で、 何でもできる天才少女でした。しかし、彼女はマイペースに生きており、周囲からは孤立しているように見えます。本作は、ナルセの中学から、高校に上がる4年間の物語を描いています。西部大津店の閉店や、M1 グランプリへの挑戦、ナルセの名言などが、物語の中心です。学べるポイント、ナルセは自分のペースで生きていきますが、その姿勢が、 彼女の魅力となります。ナルセの日常や挑戦が、読者に勇気や元気を与えます。ここからは、読者としての本の感想をご紹介させていただきます。本作は、爽快感と感動を与えてくれる青春小説です。また、ナルセのまっすぐさに勇気をもらえます。青春小説での醍醐味でもございますが、島崎とナルセの友情に心温まります。滋賀県大津市の風景が、 目に浮かぶような描写で描かれている点も本書の魅力に感じました。皆様、この動画を通して、ナルセは天下を取りに行くに興味を持たれましたら、ぜひ購入のを上読まれてみてはいかがでしょうか。今回のこの動画がいいと思われましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。皆様からのコメントもお待ちしておりますので、 よろしくお願いいたします。